はい、始まりました。気になるマネーセンス。日々のちょっと気になるニュースや話題、疑問について投資家目線でお話していく動画です。ナビゲーターの小林です。はい、マネーセンスカレッジの浅田俊です。はい、はい、テーマは、各証券会社、手数料無料拡大、戦国時代に突入。ということでお話ししていきたいと思います。はい。はい。まあ以前ね、スベア証券のことで。去年のですね、12月の16日に、我々は気になるで、出してますね。なるほど。そこでね、もう SBI 証券が、もう、手数料をもらうのは、もう古いと。そう。いうことで、証券会社としては、もう入れ中の入れ、取引手数料を無料化します。そうですね。全部、今、すぐにはできないけど、まあ、段階的に、無料化にしていきますと。ということで、はい、そこで一応ね、引き合いに出てたのが、まあ、アメリカのロビンフッドっていうサービスがありますけども、うん、でそちらの方では、株式手数料はもう、無料ということになっています、うん、証券会社のね収入源としては、手数料収入っていうのが、まあ、ある一定数ありまして、そうですね、株式取引をされている方だったら、まあ、ETF とかもね、株式取引の一つですけど、そこで、まあ、売買された経験のある方は、手数料かかってくるのが分かるし、もしくは、まあ、投資信託でもね、口座開設するときに、手数料体系どっちにしますかとかね、アクティブとか、1日だけとか、個別にとか、なんかまあ、いろいろその証券会社によって、複数のプランがあって、まあ、そこで手数料がね、どっちがあなたにとって安いですかみたいな、まあ、そういうのが聞かれるんですけども、そうですね、投資信託はね、まあ、関係ないんですが、基本的にその株式投資に関しては、その手数料を取っていたというところです。はい、ただまあ、IT が加わったフィンテックっていうやつですね。手数料自体を無料化して、どん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 費用を下げて利便性を高めていくようなサービスだったり、まあ、データ連携とかね、まあ、そういうようなものでいく、そのフィンテックっていう技術からですね、まあ、そういうようなサービスが台頭してきていると。実際にはこの流れは止まらないよっていう話をしました。日本にも必ず来るし、そうそう、 SBI それを受けてですね、SBI 自体も無料化すると。そうですね。で発表がありました。で、会社は追従できるかと。そういうことですね。でしたね。で、それにすぐにですね、まあ、楽天も一応出しては来てるんですけど、まあ、それに対抗するには非常に弱い、その、投資信託は無料化しますって出たんですね。そうですね。投資信託の無料ってなんだっていうことですけど、YouTube ご覧になっている方にとっては、モーロードのインデックスファンドが主体になっていると思うし、まあ、それを購入するっていう方が多いと思うので、はい、基本的にね、売買手数料ってなると思うんですけど、世の中にはまだアクティブファンドとかがありまして、売買手数料を取っているファンドがある、ありますね。ファンドに関しても、売買手数料をいただかないというような表がありました。はい。あ、なんだ、アクティブファンドだけか。っていうふうに思ったんですね。それから、もう、矢継ぎ早に。もう、畳みかけるように。プレスリリースが出まして。出まして。楽天もなんと、はい、株式売買手数料無料化と。そうですね。しかも、ETF も入ってきて。そう、ETF の現物、ETF の信用取引。に関しても、もう出てきて。で、はい、まあ、信用に関しては、まあ、以前からね、安いバージョンあったんですね。はい、50万までは無料とかはあったんですけど、それが実質無料になって。かつ100万円以上の金利も取らない、そうですね、金利もゼロ、はい、はい、でこれは結局結論から言うと、今現時点において皆さんがこれ動画を見ている現時点においては、楽天と SBI 証券はもう横並びと。そうですね。楽天の発表では無料になる ETF の対象が99、で SBI は97と出ているんですが、楽天が作っている ETF があるので、それが2個あるので、でそれは日経平均に対してダブルで動くインバースと通常ベアファンドですかね、なので基本的に使わないので、まあ実質変わらないかなと。最近ね、つい最近見たら101になってましたね、楽天証券。あ、そうですか。うん。多分何かを足すんだと思います。なるほど。はい。まあちょっとそこまでは追い切れてないんですが、まあ基本的に我々が使うノーロードとか、インデックス ETF ですね、に関しては全て無料になったということになります。そうですね。はい。ここ、今 SBI と楽天2強なんですけど、そこに追従してくるとしてあるのが、au 株コム証券。そうですね。と、松井証券、アネックス証券の3社があるんですが、株コムはとりあえず追従してきている。頑張りましたね。はい。まあ親会社が強いんでね。はい。ただ、松井もマネックスも、ちょっとここで。ちょっとここで離されましたね。離されてきた。ETF の現物取引の手数料がどっちも、まあマネックスは3つだけ手数料無料と言ってるんですけども、松井証券はゼロと。
ということですよね、はい、ここに来てですね、まあ正直な話、うん、チーム 7% に参加されている方、またはそのこの動画を見ながらですね、うん、自分自身でやってみようということでインデックス投資で全世界投資アセットアロケーションをやっている方には、うん、まあ基本的にこれらのプレスリリースは全く関係ないそうですねです。また今までの運用方法においては全く関係ないんですが、はい、ここで来てですね、インデックス型の ETF の売買手数料が無料になるということは、うん、ファンドのノーロードと変わらなくなるわけですね。そう、ここが今までネックだったわけですよ。そうですね、はい、うん、じゃあ ETF の信託報酬はどうかっていうと、うん、まあ、ETF であるがゆえに、うん、やっぱり低いんですね。そう、低いんです。なのでここに来てですね、うん、そのリレー投資の枠が出てきたと。そう、昔はね、我々マネージメントとしてもそういった話をしてましたけども、はい、投資信託がかなり開発されてきて、リレー投資は必要ないですよというふうになっていたんですよね。そうですね、うん、ただその部分も含めても、うん、ファンドでいいかなっていうような感覚で言います、うん、はい、でまあ、その理由についてもお話ししますけども、はい、それはなぜかと言いますと、はい、ETF の売買手数料っていうのが高かったんですよね。そうですね、はい、うん、で信託報酬に限って言えば、うん、ETF はもちろん低いんですよ、うん、で ETF の方が低いんですが、ファンドの方もだいぶ低くなってきまして、そうです、ね、特にインデックスに関しては低くなってきまして、うん、手数料が 0.0 何歩で戦っている状態なんですよね、うん、0.01 台ですね。でそうなってくるとですね、100万円で100円、 0.01 ですからね。ですよね、はい、はい、1% で1万円台なの で、 そうです、ね、あの100円台の争いと、うんうんうん、になってきていて、年間最大でも 0.1 変わるか変わらないかです、うんうん、でそうなってくると、うん、100万円台の資産運用されている方に関しては、うん、手間だけが増える。手間は増えますね。リレー投資してまたリレー投資してっていうような状態になる、うん、まあリレー投資とは何かと言いますと、ファンドで積み立てていくんですけども、うん、でそのファンドで一定数貯まったら ETF に乗り換えて、で ETF の方が安いので、でそれでもうホールドしておくと。リバランスとか、うん、まあ、そういうようなものに関してはファンドの方でやると、まあ金額指定ができるので、うん、こちらの方が利便性が高いかなというようなところですね。持ってる間に、まあ、信託報酬手数料がかかるの で、うん、でそうすると安い方がいいことはないので、そうですね、はい、でそうするとリレー投資をしてできるだけ軽減しようということなんですが、100万円台の方にとっては、うん、まあ正直な話ちょっと変わらないかなと、うん、まあ、手間が増えるだけで旨味がそれほどないと、いわゆるその費用対効果が少ないってことですね、うん、で1000万超えてくるとそれなりに、まあ、そんでも1000円ってことですね。そうですね、まあだから最大でも1万円変わるぐらい、そうなってくると、うん、ちょっとね、うん、リレ投資の旨味はそこまでないかなみたいな感じですね、うんうん、そうですね、あの1回リレ投資を入れちゃうと、まあ例えば積み立てはね、やっぱり皆さん少額だと思うので、うん、その積み立てをしていく分はファンドの方がいいと思うんですよ、うん、っていうのは ETF はまあ大体10万円からになりますので、そうですね、単位が高いんですよね、はい、なのでちょっとね手が出せないというか、うん、ちょっと高いなっていう感じですね、はい、毎月積み立てにはならない、はい、だからファンドで同じインデックス、例えば日経平均だったら日経平均のファンドで購入して、一定の金額が貯まったらその金額を売って、で ETF をその金額で買うというような形ですね、うん、はいはい、これがリレー投資、うん、でまたそれでリバランスでちょっと足りなくなったよっていう場合は、うん、ETF 売ってインデックスファンドを買うんだけども、その分の一部分を売ったり買ったりしてリバランスをしたり、うん、もしくはまあチーム 7% であれば危機回避っていうものに使っていくんですが、はい、売買手数料がなくなった分その資金がなくなったので、そういうような仕組みが作られるんですけど、うん、正直な話、そうですね、1000万超えてやっと費用対効果としてやってもいいかなぐらいのレベルです。ああ、やらねばなりませんには至らないってことですね、そこまで言っても。まあそのね、売り買いをするので、うん、やっぱりそのタイムログがあるんですね。ああ、そうか。なのでスリッページって言いますけど、うんうん、ファンドを売って ETF を買う、もしくは ETF を売ってファンドを買う、ここにやっぱり数営業日の誤差が出てくるので、うん、そうすると値段が上がったり下がったりするんですね。そうですね。でやっぱり1日単位でもやっぱり動いてるので、うん、そうするとまあスリッページコストって言いますけど、これはコストって言いながらもスリッページのリスク、お得に買える時もあれば、そうですね、損して買う時もあるね、うん、値段が上がって売った値段が高くて再購入した場合下がっていればこれは得になるんですけど、逆に売った時の値段よりも上がってる金額で買わざるを得ないっていう状態になると、ここはちょっと一定の損になる。そうですね。でそのスリッページコストはやっぱり 1% 程度あるので、だからその頻繁に売買を繰り返していくっていうになると、いくら売買手数料はなくても、うん、やっぱちょっとどうしてもねリスクが発生してしまうので、うん、それに見合うリターン、うん、そういうことかがないといけないってなると、1000万
あって微妙って感じですね。あ、数千万円であれば、うん、金額にして数万円になる可能性があるので、うん、まあ年間にしてですね。そうですね。で、そうすると、まあやってもいいとは思うんですけど、うん、まあそれでもやっぱりスリッページコストがあるので、ありますね。ファンドの方が使い勝手はいいのでね、まあファンドでいいのかなっていうふうには思いますけどね。うん、そうですね。定期売却とかもありますからね。ね、まあそうですね。うん、ETF に関してはもう自分自身で指定しない限りは難しいの で、ね、うん、で数量しか買えないから金額でね買えないので、うん、波数が出てしまったりとか、うん、まあそういったものがあります。まあ管理はめんどくさくなりますね。そこはトレードオフなんですね。はい、なのでまあ ETF は売買手数料無料になることはすごくいいことだし、はい、バイアンドホールドもいわゆるそのリバランスももう積み立て部分でやるっていうような方にとっては、うん、まあ、一定貯まったらもう ETF、 一定貯まったら ETF、 もう ETF 持ってたらそのままずっとっていう、うん、方にとっては、うん、まあ、すごくありがたいようになったかなと。そうですね。で、まあ、この流れはやっぱ止まらないので、うん、今後どん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 進んでいく。ファンドを使っている方にとって、まあ、特にインデックスファンドを使っている方にとっては全くそこには何もないんですけど、もう元々無料なんです。そうですね。どっちも売買どっちも無料ですから。はい。だからまあどちらかというと、まあ、証券会社の戦いっていうよりかは、うん、運用会社の信託報酬手数料を下げてほしい。そうですね。っていう、今も十分頑張ってはいると思いますけど、うん、まあアメリカのファンドと比べると、まだやっぱ見劣りはするので、うん、そうですね。もうちょっといけるだろうというところですね。うん。うん、で、そういう流れっていうのは、まあ僕らにとっては大歓迎なので、うん、まあいいのかなと。そうですね。で、まあ、楽天自体がね、追従してきたっていうのは、僕にとってはちょっと一瞬驚きました。うん、まあ前回の動画でもね、まあ、してこないんじゃないかくらいの気持ちで喋ってましたからね。ちょっとそこは難しいんじゃないかっていうふうには思ってたんですね。うん、ただ、やっぱり金融に関しても、やっぱり楽天欲しくて、うん、e バンクとかを買いましたので、うん、使い勝手は、正直楽天銀行になってからは悪くなりましたけど、うん、それでもね、楽天証券使っていて、で、楽天銀行使っていて、楽天市場とかでの取引がある方にとっては、うん、経済圏って言いますけどね、ポイントとかが、はい、まあ、貯まりやすい、ね、ハッピープログラムですかね、うん、あのそういうようなものを使ったりとかして貯めやすいので、うん、そうなってくると一定ね、やっぱり楽天も追いかけてくれる方がありがたいですよね。ありがたいですね。ここで離されちゃうとやっぱりかみたいな、うん、まあ、ちょっと陰りが出てくるっていう感じもあります、うん、で母体がやっぱりちょっとね、今はちょっと微妙なので、楽天市場の方が手数料無料のね関係でいろいろこう争いがありまして、ありますね、はい、なのでそこら辺がね、うん、うまいこといけばいいんですけども、そこら辺の影響を受けず、うん、まあ、今回は SBI と同じ肩を並べてきた。で SBI の方も楽天の方がねそういう発表したらもうすぐさま発表して肩を並べてくるということなので、うん、au 株式証券に関しては、うん、まあ母体がね三菱 UFJ なのでかなり強いかなというふうには思うので、まあここも追従してくるだろうとは思います。以前までもね、あの ETF 自体も無料とか、はい、まあもしくは優待狙いのね信用取引であったりとかっていうのが、うん、まあ株式はできたので独自路線もまたありますから、うん、まあ、僕らは推奨してないので何も言いませんけども、うん、そこの手法に関してはですね、うん、逆ヒブとかが危ないので、うんうん、あまりお勧めしてないですね、うん、あまりというか全然、はい、全然お勧めできない、はい、ご自身でやる分には全然問題はないんですけども、うんうん、なので2社プラス1来たのかなと、うん、そうですね、はい、もう今のところこのトップ3しかない、うん、ですね。そうですね、まあ、多分我々も一番最初はもう SBI でずっと言っていて、うん、まあ、今も SBI を推奨しているんですが、はい、楽天証券もね、うん、根強い人気がありますので、あります、うん、僕らもね楽天証券の動きとかも、うん、まあ、じっくりと追っていって、うん、でまた何かニュースがあればねお伝えしていこうというふうに思います。はい、まあ、これはもう我々個人投資家にとっては非常に喜ばしいニュースですので、うん、まあ、どんどんやっていただきたいと。そうですね。いいことですよ、昔から比べたら。本当ね、もう昔は大変でしたからね。本当にね、もう100円から買えるし。はい。うん、だから、もうすでに手数料無料だし、うん、金額も100円から積み立てできるし、ポイントで購入もできるし、うん、あ、全世界投資をするにしたって2000円。2000円で。毎月積み立ててできる。アセットアロケーション組めちゃいますから、はい、中学生のお小遣いでもいけちゃうと。いけちゃいますね。はい。もうこれ大人ができないっていう理由はないですね、金額的に。金額的に。あとまあ心理的なね。そうです。だから結局これで投資ができないっていうのはもう心理的な問題だっていうことですね。うん、じゃあ心理的な問題の時に十分理解していただきたいというか、まあ考えていただきたい。自分自身で見直していただきたいというか、うん、見つめていただきたいのは。投資に興味があったその事実です。どうにかしなきゃいけないよね。投資っていうのはどうなんだろう、でも怖いなっていうところですけど、うん、今現状において自分自身の今立っているところが、うん、自分の人生にとって
あまり心地よくないのであれば、うん、もう動くしかない。で、お金っていうのは紐がつかないので、うん、例えば1万円だったら1万円を全額こっち、全額こっちとかじゃないから、うん、1万円積み立てをしていくっていう段階でも、うん、まあ例えば8000円は普通の貯蓄でいいけども、うん、じゃあ2万円投資してみようかな。でそれでいいと思うんですよね。で2000円の積み立てで例えば100円増えたっていうことは 5% 増えたってことなんですよ、うん、そうですね。っていうことはこれは100万円になっていれば10万増えているし、うん、1000万であれば100万になっているってことなんですね、うん、投資の世界はこういうパーセントの世界なので、うん、2000円から始めてもその金額丸を何個か足したりとかすれば、うん、大きいやつと全く同じ投資ができるってことですね、うんうん、だから逆にそのイメージができるじゃないですか。その値段が上がったり下がったりっていうのは小さい金額だったらそんなに、うん、まああまり気にならないけど、うん、大きい金額になるとあこんぐらい動くんだっていうこともわかるし、うん、儲かっている場合損した場合、まあ、それぞれ両方ともですね割合で分かりますの でそういった関係で見ていくと自分の投資経験っていうのが出てきます、うん、やっぱり僕らは繰り返しお話しているように全世界っていうのは、まあ、一応右肩上がりで経済成長していきます。これからもそうです、ね、基本的にこの前提条件は崩れてない、うん、っていうことであればやっぱり投資をして全世界投資をしていれば、うん、基本的に資産形成としてはプラスに働くということになります、うん、だから少ない金額でいいのでとにかく始めましょうということですね、うん、で特にこれ今2020年の1月という、まあ、新年改まった時ですので、うん、そういうような時っていうのをね始めたい。そうですね、いらっしゃいますから。こういうきっかけを作ってね、はいはい、我々も大体会員の登録っていうのは大体1月とか4月にかなり伸びやすいと。そうですね、あと年末も増えましたね。年末とか3月も増えますね。そう、はい、節目ですよね。そう節目になって増えていくと、うん、それはすごく気持ちは分かるし、うん、それはそれでいいのでこの動画を見てですねまだ投資に踏み切れてないっていう方にとっては、うん、投資環境非常に良くなっているし、うん、僕らがあの発表し始めた20年ぐらい前、うんから比べれば20年前くらい前は、まあ、正直投資を始めるのにもかなりハードルが高かった。特定口座がないあの時代、はい、でまた1万円からしか積み立てない。ああそうでしたね、はい、うん、で ETF も高い高い、はい、うん、でもう信託報酬も高い、高いでインデックスも揃ってない、うん、NISA もないっていう状態からやっていたって、うん、今現状増えているし、そうですね、今はもう100円からもう考えられないです。いやいい時代になりましたね、はい、だからまあ今ね、うん、踏み切れてない方はぜひそこを検討していただいて、うん、で多分ハードルとしては自分の心理的なハードル、うん、心理的なハードルはもう始めちゃわないとわからないから、うん、もうそこできるだけ小さい金額で始めるってことですね、うん、そうですね、はい、うん、自分でできる範囲の金額で始めちゃうってことです、うん、はい、参考にしていただければなというふうに思います。はい、はい、まあ、以上ですかね。はい、はい、じゃあ何か参考にしていただければと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。動画をご覧いただきありがとうございます。これからもお金に関する役立つ情報をお届けしてまいりますので、もしよろしければチャンネル登録をお願いいたします。またマネーセンスカレッジでは無料で受けられる講座を多数用意しています。気になるタイトルがあればぜひクリックしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。